どうもー、みーつでございます、えーす。今回は、えー、登録販売者試験第2章019のね、過去問をやっていきたいと思います。えー、他にもね、えー、検証に当選しましたとか、社会問題とか、いろんなテーマで話していくんですけども、チャンネルの再生リストっていうところに分かりやすく分類されてますので、よかったらチェックしてみてください。あと、このチャンネルはですね、 あ、みっちゃんの動画見て試験受かったとか、あ、これは勉強になるなとかえ、そういうふうにねえ、言ってもらえるようなチャンネルを目指しておりますのでえ、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。えそれじゃあねえ、早速過去問をやっていきたいと思います。なかなかねえ、この動画を出してくれとか色々あるとは思うんですけども、あの、今年のね、令和3年度の後半の方とか、あの、翌年の方のためにもね、 ちょっと2章もある程度作っとかなきゃ、ね、いけないんで、ちょっとやっていきたいと思います。それでですね、令和3年度の宮城ですね、全身に現れる医薬品の副作用問題ですね。A、アナフィラキシーは生体の異物に対する遅延型アレルギー反応の一種であるということなんですけども、まあこれはね、もうわかりますよね。 これはね、即時型ですね。まあ、お注射とかしてね、まあ、すぐにちょっと具合悪くなっちゃうとかね。まあ、そういう部分なんで、ここがね、えっ、ー、と、遅延型じゃなくて、即時型だから、えー、罰ということですね。で、次が、ちょっとね、1個飛ばして、C ですね。医薬品の副作用として現れる皮膚粘膜癌症候群は、発症基準が判明しており、 まあどういう経緯で発症するかみたいなことですね。が判明しており、発症の予測がね、可能であるということなんですけども、まあちょっとね、まあマニアックな部分ですかね。その問題としてね、聞いてくる部分としては。じゃあね、えー、ちょっとす、えー、行くとはこれですね。で皮膚、えー、粘膜眼症候群はね、 スティーブンス・ジョンソン症候群ですね。SJS ですね。まあだから、これはね、あの、アップルの創設者のねス、スティーブ・ジョブズさんに、ちょっとね、似てるねと。まあ怒られちゃうかもしれないですけどもね。まああくまでも覚え方ですからね。で、これに関してはですね、まあちょっとこの辺もね、あの別の問題で、ちょっと見ていくんですけども、 このね、発症基準のところがね、どうなのか。まあ、これですね。あの、まあ、覚え方もね、あの、肌の調子が悪い、スティーブ・ジョンソン氏、まあ、スティーブ・ジョブズさんでもいいかもしれないですね。まあ、寿司ローに行く。ということでね、まあ、ここね、寿司ローですね、ロークでね。っていうことなんですけども、発症基準はね、どうだったかっていうと、発症基準の詳細は不明と。え、また、 え、発症の可能性がある医薬品の種類も多いのでね、予測は極めて困難だよということで、え、これもツということでね。まあそうなってくると、えっ、ー、と、B とね、D が丸だねということになりますね。ただ一応ね、ちょっと細かく見ていきましょうか。え、偽アルドステロン症は、複数の医薬品や、医薬品と食品との間の相互作用によって、 え、起きることもある。ということでね。まあ、なかなかね、こう、だんだん、あの、問題がね、えー、難しくなってくると、ちょっとマニアックなね、えー、部分も出るようになってくるんで、えー、一回はね、やっぱりその、まあ、手引きとか、ある程度ね、えー、手引きに沿ったテキストをちょっとね、一回ないし、こう、二回余裕があればね、えー、読んでおくと、まあ、万全なのかなというふうに思いますね。 一応ね、もう一回ここも読んでいくと、ギアルドステロン症はね、体内に塩分、ナトリウムと水分が貯留し、溜まってね、体からカリウムが失われることによって生じる病態です。ということはね、まあ、ここね、アル、アルカリを出しちゃう。排出っていうことでね、失われる。まあ、アルカリが失われちゃう。でもいいかもしれないですね。まあ、排出ってやってますけどね。 でね、副腎皮質からのアルドステロン分泌が増加していないにもかかわらず、このような状態となることから、偽アルドステロン症と呼ばれているということですね。で、このね、問題の部分というのは、ちょっと待ってくださいね。あとこれもちょっとね、復習しておきましょうかね。偽アルドステロン症は、小柄な人や、 え、高齢者で、え、生じやすく、え、ここの部分がね、え、小柄な高齢者は、え、まあ、偽なんてね、偽、偽物なんてえ、詐欺師が騙しやすい。ということでね、生じやすいと騙しやすいですね。え、これはね、え、原因医薬品の、え、長期服用後に、え、初めてね、発症しちゃう場合もあるよと。で、ここが問題のところですね。え、また、え、複数の医薬品や、 え、医薬品と食品間の相互作用によって、え、起きることがあるっていうことでね、え、るということですね。え、あと、D のところですね。ステロイド性、抗炎症薬により、え、細菌やウイルスの、え、感染に対する抵抗力が、え、弱くなり、え、異感染性を、え、もたらすことがある。ということでね。まあなんかね、コロナ問題のインドなんかがね、 こうなんかステロイドを使いまくってえ、別のでなんかね、大変なことになってるっていうニュースは聞いたんでね。まあやっぱりその、ステロイドなんかもね、あの、使い方なんでしょうね。その、あとパーセンテージにもよるんでしょうしね、入ってるね。まあここですね。えっ、ー、と、まああと一つポイントとしてはね、い感染性っていうのはね、えー、免疫低下により、え感染症にね、 えー、なりやすくなっている性質ということですね。まあ、これが、あの、インドでね、あの、使いすぎてっていうのは僕ちょっと聞いたんでね、まあ、そういうのもあるのかなっていうことでちょっとね、頭に入れておいてください。じゃあ答えはね、A、3番ということですね。はい、じゃあもう一問いきます。えー、これもね、えー、令和3年度の宮城、えー、東北の問題ですね。あとね、 あの、さっきのやつは一応3番手は言いましたけども、まだね、あの回答はちょっと出てないんでね、あの回答速報をちょっと、あの、パクった感じなんでね、あのー、他のところの地域もね、えー、過去問がちょっと発表されたよっていうのがあったらね、えっ、ー、と、教えてもらえるとありがたいんでね、あの、都道府県のね、ホームページね、えー、お願いします。えー、それじゃあね、えー、こっち、あの、直接解説部分とかぶってはいないんですけども、まあ問題が簡単なんでね、えー、ちょっとやっていっちゃいます。<laughs> 副作用は、医薬品副用時のアルコールの飲用が原因で起きる場合がある。っていうことね、まあ、これは、あの、丸なんで、もう、あの、わかるとは思うんですけどもね。薬診とは、医薬品によって引き起こされるアレルギー反応の一種で、発疹・発赤などの皮膚症状を呈する場合を言う。ということだね。この辺はまあ、大丈夫ですよね。 まあお薬のね、この発疹なんで、えー、ここは大丈夫ですね。えー、中毒性、えー、表皮、絵師、誘拐症は、えー、非常に発症頻度が高く、えー、重篤な疾患であるため、えー、注意が必要であるということなんですけども、えー、これはね、発症頻度って、えー、高かったですかね、ここね。ちょっとまあ考えていただいて。 ま、これね、あのー、ライエル栄症候群とも言うんですけども、これね、発症頻度は、人口100万人あたりね、年間0.4からね、1.2人って感じですね。まあ、めちゃくちゃ少ないですね。だから、ま、これはね、まあ、発症頻度が非常に高くっていうのはね、まあ、これはもう異常、あの、ここはもう違いますよね。 ま、重篤な疾患であるっていうのはね、まあ、あの、気をつけなきゃいけないんですけどね。まあ、これですね。あの、覚え方ね。まあ天、点、点とも言うんでね、これね。あの、点ね。あと、ライエル称号ですね。まあ、10発ね。点のライフル。かっこライエルを持った誘拐犯、これですね。が、えぇ、04、043レター。いうことでね。まあ、0 4る3が1.2。まあ、めちゃくちゃちょっと詰まってますけどね。 これね、10発のライフルを持った誘拐犯が、誘拐犯人が、0死3レタってことですね。まあ、いずれにしてもね、罰ってことですね。まあ、これね、丸々ね、罰までわかると、ただね、これ最後がちょっとあれですよね。2か3かがまだわかんないですよね。で、厚生労働省が公表している重篤副作用、 疾患別対応マニュアルには、一般用医薬品によって発症する副作用については記載されていないということなんですけども、まあこれはね、もう一番上のところですよね、最初のところね。ただなんとなくね、この試験自体が一般用医薬品のね、試験なんで、これは入ってんじゃないかなっていうふうにはね、まあ思うと思うんですけど、まあ、ただね、 え、重篤な副作用っていうのは、あの、発症頻度は低いのでね。なかなか遭遇するっていうのはね、え、専門家でもちょっと稀だよ、ということでね。えー、っと、まあ、これですね。え、医薬品え副作用、え、総合対策事業の一環として、まあ、穴埋めとかでこういうのが出るようになってきたら嫌ですね。これね、難しいですからね。まあ、これですね。マニュアルですね。えー、っと、これね。 含まれているよ、ということでね。と、押さえておいてください。だから、これはね、丸ということなんで、丸〇〇×丸ということでね。と、丸、ごめんなさいね。〇〇××と、あ、ごめんなさいこれは記載されていないなんで、ごめんなさい。これは×ですね。記載されているんで。丸〇〇××なんで、三3番が正解だろうということですね。これは×ですね。ごめんなさい。 はい。じゃあもう一問いきます。え、これはですね、え、令和2年度の奈良ですね。え、全身に現れるね、副作用問題ですね。これじゃあ簡単なのからいきますかね。え、ショック、え、アナフィラキシーは、え、生体異物に対する、え、遅延型のアレルギー反応の一つ。え、これはね、あの、即時型なので、え、罰ということですよね。じゃあちょっと上見ていくとね。 え、偽アルドステロン症はえ、中毒性のものと、え、アレルギー性のものに、え、対別される。まあ、大きく分かれるってなってるんですけども、えー、これはね、えー、どうだったですかね。まあ、あとね、あ、こっちはね、えー、ちょっと先に出てるんで、このね、えー、皮膚粘膜癌症候群、えー、スティーブンス・ジョンソン症候群ね、スティーブ・ジョブズさんにちょっと似てますけども、えー、これは、 38度以上の高熱を伴って、発疹、発え、やけど用の水泡等の激しい症状が、比較的短時間のうちに、全身の皮膚、口、目などの粘膜に現れる病態ごめんなさいね。じゃあちょっと B の方を先に見ていきましょうかね。まあ、これですね、この最初のところがね、これ丸々、A、出てるということなんでね。 え、こちらの方は B の方はね、え、丸と。若干ね、なんかこんだけ書いてあるとちょっと心配になる部分もありますけどもね。まあ SJS ですね。まああとこのね、人口100万人あたり、まあ年間1から6人とかね。まあこの辺もちょっと押さえておいてください。それでですね、えっ、ー、ともうちょっといきますか。このね、 えー、偽アルドステロン症の部分なんですけども、ちょっとごめんなさいね。あれ、行かないな。ちょっと、ちょっと行きますか。ちょっと待ってくださいね。えっと、ちょっと行ってくださいね。これね、あの、肝機能障害のところにですね、これね、えー、中毒性のものですね、有効成分または、その代謝物の直接的肝毒性が原因で起こるね。 えっと、こっちですね。肝機能障害。肝機能障害のところに、この中毒性とアレルギー性ね。アレルギー性の方は、有効成分に対する抗原抗体反応が原因っていうことだ。まあ、そのやっつけるっていうことですね。その自分の体がね、この異物を。っていうことなんで、ギアルドステロン症じゃないよと中毒性とね、アレルギー性に分かれるの。だから、×ということですね。まあ、これね、A と C が×って分かっちゃうと、 B と D なんでね。これは3番が正解って分かっちゃうんですけども、まあ一応見ておきましょうか。肝機能障害は軽度の場合、自覚症状はなく、健康診断等の血液検査、肝機能検査値の悪化で判明することが多い。ということでね。あ、これですね。そのまんま出てますね。だからまあ手引きをやっぱりね、手引きないし、手引きに近いテキストをね、 やっぱり読んでおくと、あの、いいと。2章はね、やっぱこれから、あの、狙い目ですよね、特にね。どんどん難しくなってる中でもね。まあ、1章、2章でやっぱり、あの、高得点を取りたいっていう、だんだんね、そういうふうにちょっと変わってくるのかなと思いますよね。難しくなってますからね、えー。そんな感じでね、答えは3番ということですね。はい。じゃあもう一問いきます。えー、これはですね、えー、令和2年度の東京、えー、南関東ですね。 中毒性、表皮、絵師、誘拐症、点に関するね、穴埋め問題。これはですね、38度以上の高熱を伴って、括弧、皮膚に発石が生じ。これがね、広範囲なのか、局所的なのかね。まあ、ちょっと、あの、て行きましょうか。発石が生じ、 全身の10%以上に、火け用の水泡皮膚の剥離、ビラン等が認められ、かつ、唇の発赤、ビラン、目の充血などを伴う病態で、最初に報告した医師の名前にちなんで、何々とも呼ばれる。これが、ライエル症候群なのか、スティーブンス、 えー、ジョンソン症候群なのか、どちらかね、とも呼ばれます。えー、また、えー、発症基準の詳細は不明で、これ別の問題で出てましたね。えー、発症の予測は困難であり、えー、原因となった医薬品の、えー、使用開始後、えー、どのぐらいでね、発症することが多い。一、えー、1年以上経ってなのか、二、えー、2週間以内なのか、ってことですね、えー。これちょっとね、 もしあれだったら停止ボタンとかしてちょっと考えてもらうといいと思うんですけども。じゃあちょっと行きますかね。これがね、まあ、これが出たときに、まあこのね、誘拐とかね、まああと点とか、この辺をちょっとあの思い出していただくと、10発のね、ライフルを持ったえ誘拐犯っていうことでね、あのライフルと、 えー、ライエルをね、えー、かけていただくと、あ、これ、スティーブンス・ジョンソンね、スティーブ・ジョブズの方じゃないよな、というのはね、えー、分かってくると思うんです。それでですね、まあね、これ、あの、発症頻度はね、えー、ちょっと書いてないですけども、これ発症頻度もね、<laughs> あすいません。穴埋めにね、えー、ちょっと入ってくる可能性があるんでね、 まあ0、0 4三レターっていうことでね。まあ、0け× 3で1.2ってことですね。まあ、これはですね、え、広範囲ですね。え、広範囲になんで局所的にが消えますね、と。で、もうね、え、わかるとは思うんですけども、まあ、あとね、この全身の10%以上にっていうね、まあ、これと点をかけましょうっていう話をしてたんでね。 まあ、あとは、えっ、ー、と、もうちょっとですかね。えっと。このね、えっ、ー、と、二つの病気の、えー、共通点の部分ですね、これ。えっ、ー、とね、こちら。皮膚粘膜癌症候群 SJS と中毒性表皮絵師誘拐症点は え、いずれも原因薬品の使用開始後、2週間以内に発症することが多いが、1ヶ月以上経ってから起こることもあるってことね。こっちが穴埋めに出る可能性もあるんで、えっと、こちらの方もね、注意しておいてください。答えはね、4番ということですね。はい。じゃあもう1問いきます。え、これはですね、え、令和2年度の山口、中国地方の問題ですね。え、皮膚 え、粘膜岩症候群に関するね、え、問題。で、これね、ちょっと今までのであの簡単にわかるところがあるんで、え、原因が医薬品の場合、え、使用開始後、え、2週間以内に発症することが多いが、え、1ヶ月以上経ってから、え、起こることもある。ということでね。これは大丈夫ですよね。え、これはさっき説明して、え、丸でしたよね。あとは、え、中毒性、 え、表皮、絵師誘拐症。これもね、え、ここの部分に関しては、え、共通だったよね、ということですね。で、例をちょっと見ていくと、え、ライエル症候群とも呼ばれるっていうふうに書いてあるんですけども、まあ、これもわかりますよね。この、ライエル症候群の場合はですね、まあ、10発のね、え、ライフル、ライエルを持った誘拐犯っていうことなんで、 えー、ライエル症候群の方は、えー、中毒性、えー、表皮、絵師、誘拐症、えー、かっこ、天の方なんでね。まあ、これは、えー、だねってなると、まあ、丸、ツですね。B が丸で、えーと、D がツなんでね。丸、ツってなると、えー、ここ、丸、ツですね。だから、えーと、これがね、3、4はもう消えちゃいますね。それで、 38度以上の高熱を伴って、発疹、発赤、やけど用の水疱等の激しい症状が、全身の皮膚、口、目などの粘膜に現れる病態である。まあ結構広範囲でしたよね。なので、これはね、丸だねという部分ですね。ここまで分かってくるとね、えー、ともうあの2も消えちゃいますね。 C。皮膚粘膜癌症候群の発症基準の詳細はすでに解明されており。これは違うねということなんでね。そうなってくると、まるまる××で、一番が正しいということですね。はい、それじゃあラストやっていきます。これはですね、令和2年度の三重、北陸東海の問題ですね。皮膚粘膜癌、ごめんなさいね、皮膚粘膜障害に関するね、 え、丸抜、え、組み合わせ、どれだ問題ですね。え、皮膚、え、粘膜ん症候群は、スティーブンス・ジョンソン症候群、SJS とも呼ばれ、え、その発症頻度は、え、人口100万人あたり。まあ、この辺もちょっと注意ですね。まもしかしたら10万人あたりとかね、100人あたりとかあるかもしれないですね。あたり、100万人あたり、え、年間、え、1から6人と、 え、報告されている。えー、これがね、えー、ちょっとどうでしたかね。まあ、これはね、えっ、ー、と、スティーブンス・ジョンソン症候群なんで、まあ、ちょっとね、スティーブ・ジョブズさんに、え、若干似てるね、ということでね、え、覚えておくといいかなと思うんですけども。これね、まあ、100万人あたり、え、年間ね、1から6人。え、これは丸なんですけども、 ちょっとね、思い出せないっていう方もいると思うんで、これね、まあ、皮膚、粘膜がん症候群なんでね、肌の調子が悪いね、スティーブ・ジョンソンさん、スティーブ・ジョブズさんでもいいかもしれないですね。寿司ローに行くっていうことでね、寿司ローですね、に行く。ただ、こっちがちょっと問われるとね、寿司ローの6だけじゃわからないんで、100万人あたり、寿司ロー、1から6人ということでね、 え、押さえておいてください。AB がえ、中毒性、え表皮、エシえし、誘症は、来症候群とも呼ばれ、発症は非常に稀だが、え一旦発症するとえ、多臓器障害の合併症などにより、え致命的な転機をたどることがある。ということなんですけども、これはね、あの、まあ、天、カッ天なんですけどもね、あの別名がね。 え、誘拐ってなってるんで、え、10発のね、え、ライフルを、え、ライエルを持った、え、誘拐犯ということでね、え、ライ症候群じゃなくてね、え、ライエル症候群ということでね、え、これに関しては、え、罰ということですね。あとね、え、下も読んでいきましょうか。え、C、え、皮膚、え、粘膜癌症候群、または、え、中毒性、え、表皮、え、死、 誘拐症の前兆として、両目に、急性結膜炎、え、結膜が炎症を起こし、えー、充血、目やに、流、え、点、ー、ですかね、な、涙が流れる、かゆみ、腫れなどを生じる病態まあ、こういうね、症状が現れることがある。ということでね。まあ、これは大丈夫ですよね。あの、解説のとこでもね、一通り読んでます。なんとなく、まあ、イメージできますよね。で、 え、薬腺を経験したことがある人が、え、再度、え、種の医薬品を使うと、え、皮膚粘膜癌症候群、え、中毒性、え、表皮、え、死誘拐症等の、え、より重篤なアレルギー反応を生じる恐れがあるので、え、種の医薬品の使用を、え、避けなければならないよ。ということでね。え、これはもう大丈夫ですよね。まあ、読んでそのままですよね。また使っちゃダメですよね。ということで、 A B だけが×でね、A、残りが正しいということで、A3 番が、A、正解ということですね、A。今回はね、ちょっと久しぶりに、あのー、作りましたけどもね、まあこんな感じでね、あのどうしても、A、現状だとねあの、ホームページからこう,こういうふうに印刷できるのってね、えっ、ー、と、令和3年度だと、えー、まだ東北のね、あの宮城県だけなんで、一応ねあの、僕あんまりちょっとパソコンの技術がないんで、 えすいませんけどね、あの順次、過去問がね、あの都道府県の、えー、ページで公開されたら、あのどんどんねあの、やっていくとか、ま,あ、またはあの追加で、ね、出していくとか、その辺をね、ちょっと考えていきたいと思います。どうしてもね、令和4年度以降の方もね、いますんで、その辺の、ね、方のためにも2章をね、きちっと揃えておくということはね、2章は手引きがあの変わりにくいというふうに僕は予想してるんでね。 えそんな感じでございますえ。それじゃあまたお会いしましょう。じゃあね。バイバーイ。いろいろ大変ですけどね。あの頑張りましょう、皆さん。生ビです、これね。バイバーイ。